皆さんこんにちは。過去にはファッション雑誌キャンキャンの専属モデルとして活躍され、現在ではバラエティ番組やテレビドラマなどで活躍をされている久松郁美さん。今回はそんな久松郁美さんの学生時代や芸能界デビューのきっかけなどについてご紹介します。久松郁美さんのプロフィール。本名久松郁美、生年月日1996年2月18日、出身地東京都、身長165センチ、血液型O型、所属事務所イリューム。小学校時代、東京都調布市出身の久松さん。実家の家族構成はお父さん、お母さん、3歳年上のお兄さんの4人家族です。父の日、母の日にはちゃんとプレゼントを渡したり、お母さんとは一緒にショッピングに行くなど家族仲はとてもいいようで、おばあさんとも一緒に喫茶店に行くこともあるそうです。またお兄さんともとても仲が良く、ブログではツーショット写真をたくさん載せています。二人で海に行った時の水着姿でのツーショット写真もアップされていたので、知らない人から見ればカップルに見えてしまうのも当然のような気がしますね。そんな久松さんは調布市内の滝坂小学校に通っていたと言われています。自身で小さい頃から活発でおてんばだったと語り、さらに両親も厳しいことはなく兄も優しかったことからわがままに育ったそうです。小学生の頃からスポーツが好きでミニバスケなどをしていたそうです。久松さんは小学6年生の時に原宿でクレープを食べているところを芸能事務所の方にスカウトされ、ローティン向けのファッション雑誌花中の専属モデルとして芸能活動を始めています。当時の花中には元 E ガールズの坂東のぞみさんも専属モデルを務めており、当時から久松さんと仲が良く、坂東さんのことを妹分だと話しています。ちなみに当時の花中には女優の土屋太鳳さんも専属モデルとして在籍していました。中学校時代、久松さんの出身中学校は同じく調布市内の第四中学校で、バスケットボール部に所属していたようです。この中学生の時に女優デビューも果たしているので、小学生の時より忙しくなったのではないでしょうか。高校時代、調布市立第四中学校を卒業した久松さんは、私立の日本女子体育大学附属二階堂高等学校へ進学しています。同校は芸能活動に理解のある学校で、女優の黒木メイサさんや土屋太鳳さん、堀北真希さんもこの学校の卒業生です。同校には総合進学コース、体育コース、保健福祉コースの3つのコースが設置されていますが、久松さんは体育コースに在籍しており、高校時代は体育コースに在籍していたので運動全般が得意です。遠泳で4キロくらい軽く泳げますとインタビューで話しています。ちなみに高校時代は芸能活動が忙しくなってきたこともあって、部活動には入っていなかったそうです。久松さんは高校2年生の時にキャンキャンの専属モデルに起用されて注目を集め、高校3年生の時には三愛水着のイメージガールにも起用されているため、この頃からグラビアアイドルとして人気が上昇し、漫画雑誌などにグラビアが掲載されています。そんな久松さんですが、学校ではいじられキャラで、ドッジボールでも真っ先に狙われていたというエピソードもありました。また女子校に進学していたこともあってか、高校時代は彼氏どころか男友達もいないとインタビューで話しています。大学時代、高校卒業後はアジア大学経営学部に進学した久松さん。インタビューでは入試で小論文があったと話していることから、
栄養試験での入学だと思われます。大学生活については、経営学部なのでマーケティング論などを勉強しています。身近な商品の価格競争の背景ってそうなってんだって感動したり、そういう授業はすごく面白いです。大学に行かなかったらできなかった経験、出会えなかった友達がいるとコメントしています。また、当初は大学に行くと久松育美だとなったそうですが、普段はかなり地味にしていることから、その後は気づかれることは少なかったそうです。そして大学4年生の時には必死に勉強していたようで、大学4年間で今一番勉強を頑張っています。授業中に先生の質問に答えるとポイントがもらえる授業があって、積極的に手を挙げて発言しています。周りの人もみんな単位が欲しくて必死ですとインタビューで話しています。仕事面では、大学入学後に本格的に女優活動を開始し、大学1年生の時には GTO やごめんね青春などの連続ドラマにレギュラー出演しています。ちなみに久松さんは、順調にいけば2018年3月で大学を卒業されていますが、大学卒業の報告や報道がないことから、卒業をせずに退学している可能性もあります。いかがでしたか？本業のモデルだけでなく、映画やドラマ、ラジオなど活躍の場を広げている久松育美さん。2021年6月には会社経営者の一般男性と結婚していたことが明らかとなり、自身のインスタグラムで報告もしています。公私ともに充実している久松さんの今後の活躍も楽しみですね。